どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。皆さん今回のテーマソングはすごいですよ。と YOASOBI の多分、YOASOBI 今話題ですけどこの多分という曲なんですけど、聴いた印象はすごくふんわりして独特でこう不思議な世界観なんですけど、歌ってみたらわかるんですけど、ものすごいこのボーカルラインがまあ難しいというか、YOASOBI さんならではのあのすっごい低音から高音までこう標高差がすごいんですよ。低音が出たと思ったらボーンと高くなる、この音程の格差とそのタイミング、言葉のこれがですねもう悶絶レベルです。もう本当にこれ聞き込まないとですね、だけどウクレレのこうなんつうの演奏とかコードはすごく簡単にしてますから、ちょっとチャレンジしてみてください。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをやってみます。とはいえさっきも言ったように歌はですねもうどうしたって簡単にできませんから、もう聞き込んでチャレンジしてみてください。で後半はですねそこにかっちょいリズムがもうバンバンに入ってくるというなかなかノートレ要素が強いちょっと高難度なアレンジになっておりますけども、普通バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。音楽ってね聞くのもいいんですけどね、やる方がもっと最高なんです。今ご覧くださってるこのガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器やってみたかったけどチャンスがなかったですとか、楽器やったんだけど挫折しましたとか、私不吉祥なんですという方もあっという間にウクレレを弾いて歌う弾き語りができるプログラムがございます。このプログラムを見てもう全世界中の方がこのガズレレ YouTube でもう何万人も音楽スタートさせてます。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここでリンクを貼ります。このリンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですよ。 YouTube 動画なんでもちろん完全無料です。皆さん今すぐ始めましょう。ここから始めてください。このリンク行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルをこのちっちゃいウクレレでめっちゃ簡単に弾けるようにしている超簡単レッスン動画がすでに1500曲以上もうアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあそれではやってみましょう。夜遊びの多分ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1,2,3。涙流すことすらないまま過ごした日々のあと一つも残さずに、さよならだ。一人で生まれた朝に鳴り響く誰かの音、二人で過ごした部屋で目を閉じたまま考えてた。僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさよならと共に終わるだけなんだ。仕方がないよきっとお帰り思わずこぼれたことは違うな。
夜遊びの多分ガゼレレリーシンプル簡単バージョンやってみました。コードはね今見ていただいて分かったんですけど、こうシンプル簡単だと思うんですけど、やっぱりこの歌のメロディーほんとすごいですよ。もうこれは何と言いますか、もうかつてないメロディーラインというかですね、でも聴いていると自然に入ってくるんですけど、自分で歌う時にこの奥の深さが分かるということで、まあ聞き込んで歌い込んでちょっと練習してみてください。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレオリジナルショートカットアレンジバージョンでやらせていただいております。フルコーラスでやりたい方、コード進行はね2番とか一緒になっておりますね。コードを書き出して2番、2番の歌詞を書き出してオリジナルの楽譜を作り出して、皆さんぜひ演奏してみてください。ちなみに YOASOBI さんの音源では最後の方キーが上がるんですけど、ちょっとキーが上がると難しいので、ガズレレバージョンではそのままキーを上げずにウクレレ練習用としてやっておりますので、ちょっとそこのところご確認ください。はい。で、今のシンプル簡単バージョンをなんとかね YouTube と合わせてやってみてください。コードは簡単ですけど、やっぱりこう歌がキーポイントになると思うんですけど、ぜひぜひ挑戦してもらいたいんですけど、このねまずそこがまず第一ステップですね。ウクレレガズレレ YouTube と一緒にシンプル簡単バージョンを弾く、これをまず一個のゴールにしていただいて、それができるようになったら次のステップもちゃんとあります。その次のステップとは、皆さんお一人だけで演奏してみるということです。YouTube を何も見ずにってことですね。だから自分一人だけで音楽とメロディーとコードとリズムを生み出す、音楽を生み出すということをやってみていただきたいんですけど、まあ最初のうちはですね、やっぱり楽譜が必要でしょう。楽譜を見てまあ練習した方がいいと思うんですけど、じゃあその楽譜ってどうやって手に入れようと思うんですけど、ですね、今ですね、ガズはですね、自分で書いたこのノートを見ながら演奏しました。もう言葉いっぱい詰まってますよ。今日はもうなんか呪文みたいになってますけどね。はい。これもうちょっとしたら画面に映してこんな感じで書くのはどうですかとシェアするんですけど、ただいまこのサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブというのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の多分を含むガズが手書きで書きまくってきたもうものすごい膨大な数のノート楽譜のストックの中から、皆さんがこの曲やりたいな、この曲をもちろんそうと思っている曲を毎月5曲お手元にダウンロードをいただいてすぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。でね、このねガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですねガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と毎朝7時から365日やってるラジオ配信、ここでもねなかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもねなかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージはこう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなお勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。多分夜遊びです。この夜遊びさんはですね、もうボーカルのメロディーラインがもうどの曲ももう悶絶レベルで、なかなかこれ相当聞き込まないとちょっと歌うのはね、弾いて歌うのなかなかすごいことになっちゃうんですけど、ちょっと見ていただきたいんですけど、ここガズペジョンって書いてあります。これ後半やるかっこいいバージョンではこの弾き方だよということで、これくるっと囲ってるやつはだいたい後半やる時のこのコード進行もちょっと変わるよとかね、こんな感じで書いてます。今やったシンプル簡単バージョンは上の段をやったということで、ここお見しおりおきください。でこれちょっと言葉見て、このタイミングが難しいんで、この黒い点でガズはリズムを取ってます。でここちょっと話したりして、この言葉のタイミングをねなんとなくこの言葉でも感じられるように書いてるんで、これガズクラブのね楽譜をゲットしていただくと、この点の雰囲気とか言葉のこう伸ばすところのタイミングとか分かりやすいと思うんですけど、まあ、ひとまずこうやって今映すんで、これを一時停止してメモっていただくか、動画の演奏動画のデモ演奏内の動画を一時停止してメモっていただくか、さっき紹介したこのガズクラブでね、この
この楽譜そのものをダウンロードしていただくのもすごくいいと思いますと。はい。そしてここ矢印が書いてあるんですけど、これシンコペーションといって後で解説しますけど、リズムにズコンと食い込んでくるよとか、いろいろまあ、かっこいいバージョンではあるんですよ。まあ、ひとまずこうやって一時停止して移してください。はい。どんどんいきますよ。はい。ここ B メロ。はい。ここサビですね。はい。ここもこうコードがどんどん変わっていくということで、かっこいいバージョンの、あの簡単バージョンでは結構差が出てきます。はい。で、ここ注目なんですけど、まずこの A、B とやってみて、こうサビやって、これ1回目はここの間奏に行ってください。はい。で、間奏行って、ちょっとね、これちっちゃくて申し訳ないんですけど、間奏をこう入れます。そしてここでいきなりブリッジパートに飛びますね。本当はここに2番が入りますけどね。はい、ブリッジパートをやって、このブリッジパートっていうのは、わかり合えないことなんてさっていうところですね。ここの中、なかなかインパクトがあって、言葉こう、ここが歌難しいんですよ、すごい。ここをやって、そしてここちょっとワンフレーズ、僕らは何回だってって弾いて、そしたらここからサビに戻ります。僕らは何回だってってちょっと引っ掛けといて、またサビに戻ります。はい。本当はここで転調するんですけど、あえてここはガズレ練習用で転調せずにサビに行って、で、ここのサビの2行目まで来て、今度2回目に来たら、こう C で引っ張っといて、はい。で、最後、ここのラストに飛びます。ラストっていうのはここですね。サビ以外で、ここ、ここ。はい。少し冷えた朝だーでやって、これ、エンディングをやって終わったという。ちょっとそういう構成になって、ちょっと見づらいですけどね。ご確認くださいということです。じゃあ出てくるコードを解説しましょう。赤く囲ってるコードは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコード。今やったシンプル簡単バージョンは今映ってるこの8個のコード言っていきます。C と Am と F と C7、Dm、G7、E7、Em7。はい。たくさんあるように見えると思いますけど、今映ってるこの8個のコードは安心の入門コードでございます。これはね、簡単コードですよ。安心してください。これです。ドーン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体なんじゃということなんですけど、これはですね、ウクレレで音楽を始めたいなと思ってる、もうまるっきり音楽わかんない方に、一番最初に覚えてもらいたい、ウクレレ入門コード。10個のグループでございます。今日その中で8個出てくるということなんですけど、でも10個も8個もあって大変だなと思うかもしれないんですけど、入門コードだから、1個ずつ、見たらめちゃ簡単。だけど10個覚えようと思ったらもう頭こんがらがりますから。あれこの指は場所は覚えてるけどなんていうコードだっけなとか、そんなことですね。それをですね、私がめちゃくちゃわかりやすくもうスイスイ頭に入って覚えられちゃう魔法の動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。このガズレレ必須コードはここでバッチリマスターしちゃいましょう。今日はそのうち10個のうち8個出てきますんで今日覚えちゃった方がいいと思います。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前に、この曲はですね、もう何回ももう今日くどいくらい言ってますけど、歌がもう本当に、難しいんです。歌めちゃくちゃ難しいです。もう息する暇もないです。言葉がいっぱいで。言葉がいっぱいなのに、さっきも言ったけど、音程の低い音程からドーンと上の音程まで、もう一気にジャンプしたりとか、言葉がまたいできたりとか、とにかくもう何十回も聞かないとですね、もう、把握できないぐらいの、まあでもかっこいいんですよ。で、聞くだけだとすごくこうスタイリッシュに聞こえるんですけど、演奏してみたらわかるんですよ、その難しさが。でもこれはですね、もう夢中になってハマっちゃうです。昨日はもう一晩中この歌僕弾いてたんでね、もう夢にも出てきそうでしたけどね。まあそういうわけでちょっとなるべくこう体に落とし込んで、今4つ弾きでこれまず歌をねしっかりものにしてからかっこいいバージョンにやらないと、かっこいいバージョンここにリズムが加わるわけですから、まあそれは大変なことになります。はい、そういうわけでかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでは2つコードが追加されます。まず1個目、はい、Gm7、 これいきましょう。 Gm7 がたまに出てくるコードですけど、押さえましょう。こことこことここの3箇所、こんな風に1弦と2弦の1フレットでこんな風に反り返るぐらい、ここギュッと反り返るぐらいにしといて、ピョコッとこう立てるが望ましいです。はい。で、中にはですね、ここね、ちょっと押さえづらいという方、これもいいと思います。3弦からも押さえちゃった方が楽だっていう人もいますね。3弦、2弦、1弦をこうやって押さえて、ここ、もう一回押すって感じなんですけど、力のかかり具合がちょっと変わりますよね。はい。それからな、あるいはね、ここ、こういう風に斜めに反らないっていう方がいるんで、そういう人はこうやって押さえたり、こうやって押さえたり、ちょっと工夫してみてください。Gm7。あともう一個、これ、ドン。ほんと、一瞬出てくるだけですけど、G というコードを使います。はい、G。G というのは、普段 G7 に置き換えちゃうんですね。大体ガズレで。G7 はこことここで、ここだったでしょ ?G7。G はここがここに来ます。ここと、こことここです。はい。こうやって押さえるのがいいんじゃないかなと思います。人差し指が3弦の2フレット。中指が1弦の2フレット。薬指で2弦の3フレット。はい。で、もちろん、これでもいいですよ。ピッとこういう風に押さえておいて、ちょいと立てる。はい。これでもいいです。はい。これ、一番最初の出だしのところの、まあ、A メロのところで、出てくるぞということでございますと。はい。コードは、まあ、このぐらいなんですけど、まあ、このリズムがね、今回来ますからね。はい。今日出てくるリズムはこれ、ドン。ガズペジオと、16ビートのチャと、カッティング。これでいこうと思います。この3つの、リズムの解説動画、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説動画がそちらにアップロードされています。でも、じっ
っくり見て、練習してみてください。このガズペジオは一番最初のところですね。涙流すことすらのところでガズペジオを使っていこうと思います。で、この曲ですね、もう全体を通してめちゃくちゃ跳ねてるリズムがかっこいいんですよね。シャッフルと言いますけど、ワン、ツー、スリー、フォーとリズムで、ダン、ツッタッ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 、ってこう、なんていうのかな、こう、すごく跳ねてる。まあ、いわゆるこう、グルービーなというか、もうその感じが出せるとすごくかっこいいんですけど、まあ、ウクレレ一本でね、ビートを出すっていうのはなかなか難しくて。で、ガズペジオはまあいいとして、その次のね、そこから16ビートのチャが入るんですけど、この16ビートのチャも、ちょっとカッティングを織り交ぜた感じの方が、そのムード出るんですね。ちょっとやってみると、まずこの、イントロから16ビートのチャのその跳ねたリズムに入るところをちょっとやってみましょう。ワン、ツー、涙流すことすらない、ここで G が出てきます。はい、G7。 過ごした日々のあと一つも残さずにさよならだ。今のすごかったでしょ。バッバッバッ、はい、こんな感じでできれば跳ねたいんですけど、この跳ねをキープ しながらずっと歌っていうのはなかなか至難の技でございますけど、なるべく体を揺らして、はい、行ってみたいと思います。で、これ今の16ビートのチャとカッティングというのが混ざってます。これを今ちょっとじゃあ C で弾いてみると。これ難しいです。ダーンダーンかジャッカカ。このカッティングっていうのは、このね、左手でこう指ちょっと触れてる時にカチャッとやるみたいな。はい。これはなかなかね。で、これまた、今の弾いたリズムをまとめると、16ビートのチャと、カッティングと、シャッフルのリズムが混ざってますね。はい。このムードを出せると、そのかっこいいんですけど、はい。ちょっとこれはですね、じゃあ C でちょっと練習してみましょう。ゆっくり。せーの。音が途中でピッと止まるでしょ。これがカッティングですね。はい。このムードを出すのはなかなか至難の技なんですけども。しかもこの跳ねてるっていうところが結構これ教えるっていうか、こう本当感じ取っていただくもんなんで、もう、ドン、バク、ドス、ドス、バク、ドス、ドン、バッという感じで、イメージ結構大事だと思うんで、こんなリズムで全体的にできるように、まあイメージしてちょっとやってみてください。そしてこのマーク出てきます。この矢印マークはリズムが前にズコンと食い込んでくるよというシンコペーションという、まあ、リズムなんですけど、じゃあそこ出てくるとこやってみようと思うんですけど、ここでいうところの B メロというかですね、まあ A メロというか、はい、ここですね、一人で迎えた朝に、ここのところにこの矢印があってでしょ、ここでちょっと今練習してみましょう。テロップ出してください。はい。ワン、ツー、跳ねてね。一人で迎えた朝に、何響くかるかの音、こんな感じで、次ワンブロックに4つ入ってて、この矢印ついてるところ入れます。2人で少し部屋で目を閉じたまま考えてた、こんな感じですね。矢印マークが来たらこうスコーンスコーンと前に突っ込んでいく、これをイメージしておいてください。で、その B ブロックの一番最後のところからサビに行く途中のところにちょっと面白い決めというかフレーズみたいなのが入るでやってみますね。せーの。誰のせいでもない、多分これ、タッツ、タッツ、タッツ、これもカッティングですね。テロップに書いてあります。タッツ、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 これが渋くかっこいい。もう一回。誰のせいでもない。多分、僕らは何回だってとサビに入っていきます。で、サビに入るとこんな感じでもう、ワンブロック4つが続いてくるんですけど、ちょっとここやってみますね。せーの、3。僕らは何回だってきっと、そう何年だってきっと、こんな感じになりますね。シンプルです。ダン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 と4つずついって、こう16ビートの跳ねた感じで、サビも演奏していきましょう。そしてそのグルーブを保ったままこう、間奏まで入っていって、また今度次ブリッジパートに入るんですけど、そこではねちょっと決め的な感じで、やります。ちょっとテロップに書いてある通りなんですけど、一応やってますね。ブリッジパートです。ワン、分かり合えないことなんてさ、いくらでもあるんだきっと。はい、今のところ難しいです。最初ダーダーツンツクツクタツタ、はい、ダーダータツタ、ここかっこいいでしょ。ダーダータツタ、はい、テロップだとダーダーツツタツタ、こんな風に書いてみます。
ここでこう歌を歌いながら次シンコペーションもう一回やってます。分かり合えないことなんてさ、いくらでもあるんだきっと全てを、はい、ここがちょっと難しいです。その次のブロックも同じような感じです。ただ優しさの日々も辛い日々と感じてしまったとなる、はい、同じような流れですね。ダーダーって止めといて次のブロックでシンコペーション、ここがちょっと今日一番難しいかなと思うんですけど、そしてまたサビに戻っていってエンディングに入っていくという、そういうことでございまして、まあ演奏もちょっとこのね、いろんなカッティングとかこのシンコペーションとか決めが入ってきてね、さらに難易度が上がって、しかも歌の難易度はずっと変わったまま、変わらず難しいままですから、なかなかもう脳みそがもうね沸騰しちゃう感じなんですけど、でもねまあこれハマっちゃうんですよ、この世界観に、夜遊びの世界観にまんまとやられちゃう感じです。皆さんもうどっぷり溺れていきましょう、夜遊びに。はい、この歌詞の内容をしっかり読み込んで、感情を込めて、やっぱねそのテクニカルな方ばっかりいっちゃうのもちょっとね音楽の形と違うかなといって、やっぱり中身とそういうことがガッと一つになったところがかっこいいと思いますので、じっくりちょっと取り組んでいただいてやってみましょう。夜遊びの多分ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3 涙流すことすらないまま過ごした日々のあと一つも残さずにさよならだ。鳴り響く誰かの音、二人で揃った部屋で目を閉じたまま考えてた。終わる日は誰だ、わかんないよ。慣れせいでもない多分、僕らは何回だってきっと、そう何年だってきっと、さよならと共に終わるだけ。ガゼリューかっこいいバージョンやってみました。いやーこれはですねもう本当に今カッカしてますね。もう歌がまあ何回言いますけど、歌のこの難易度とこのリズムの、そこにリズムがこう加わってきて、もう本当もう、やってみてください。これはだからすぐにはできる曲じゃないですよ。でもパートごと分けて、まあある意味こうゲーム感覚でこれをものにしていくっていう面白さはあると思いますが、はい、ぜひ取り組んでみてください。さあ皆さんご案内です。今日のねこのねガズモデル今使ってるウクレレはね、もうちょっと後でこれご案内するんですけど、こちらガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレ、こちらの2本、ガズのわがままウクレレとセミオーダーウクレレは現在予約注文受付中、ガズの初めてウクレレはこれ販売中です。はい、これそれぞれこのウクレレちょっと気になる方はぜひぜひこちらの方覗いてみてください。これガズレレのアプリがあるんですよ、ご存知ですか。スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あとそれに、まあ、付随しまして、そのアプリのねアプリで提供している楽譜が
こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度おなじみだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てるこの赤青黄色信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ねこの緑色の本がですね4月にですね、リニューアルして中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いやこれからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね聞くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聞くよりやる方が最高。皆さん日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。